どうも、高井です。食事制限でリバウンドする科学的証明。食事制限でダイエットを考えている場合、おそらくほとんどの人っていうのは、体重を今の状態よりも落とすことを目的としていて、上げるっていうのは、おそらくスポーツ関係で体重を増やさせるを得ないっていう人がほとんどなんじゃないかなと思うんですけど、体重をあなたが今落としたい場合っていうのは、食事制限が一番わかりやすい。だけど、そうやって食事制限し続けていくと、お腹が減った、食べたい、でも我慢だ、我慢だって続けていって、でも、ある時耐えれなくなって、今だけだ、今だけだから、ってパクって食べて、いや、もう一個、もう一個って食べていって、やっぱり食欲って抑えられないんですよ。そういう遺伝的に証明した内容がこちらなんですけど、じゃあ、食欲ってどうやって抑えられるのってことを、健康的に、その人本来の体重に戻していくっていうような話をまとめていった内容になります。内容をこちらにまとめました。専門的な話も載ってるんですけど、その部分はここですよって、あえて目次で伝えていくので、もし興味ないな、抜粋した内容だけ伝えてっていう人は、もうここの目次を見て、あ、ここだけ飛ばせばいいのねっていう感じで視聴してみてください。今から読み上げますので、もしよかったらグッドボタンをお願いしますね。食欲はどこから生まれるのか、体重は一定に保たれる性質がある。ダイエットをする人であれば、毎日体重を測っているのではないでしょうか。それでもある時は豪華な食事をしたり、おやつにお菓子を食べてしまうこともあるでしょう。積極的に体を動かす時もあれば、心が折れてやめてしまうこともあるでしょう。それなのにほとんど一定に保たれているのは不思議に思いませんか？ラットを使った実験があります。体重 400g ほどのラットに与える餌の量を通常の半分にすると、およそ30日で 300g まで体重が減ります。逆に体重 400g ほどのラットに与える餌の量を通常の 1.5 倍にすると、およそ30日で 500g まで体重は増加します。しかし、いずれの場合も元々の餌の量に戻れば、体重は戻り、元の 400g に戻って安定します。レプチン遺伝子。レプチンは目の痩せ薬？マウスから見つかった遺伝子は、世界中で人間の肥満がレプチン遺伝子で解消されるかを調べられた。1994年、イギリスケンブリッジ大学のスティーブン・オライリーのグループが、レプチン遺伝子の変異によるパキスタン人の兄弟2人の例を報告した。この兄弟の老子はいとっこんであり、兄弟はそれぞれ8歳で体重 86kg、体脂肪率が 57% の女児と、2歳で 29kg、体脂肪率が 54% の男児という超肥満児であった。両親ともにレプチンの異常遺伝子を持っており、兄弟は両親が一つずつ異常遺伝子を遺伝で受け継いだのである。思考のほとんど全てが食べることに向けられ、常に食べ物を欲しがり、歩行困難になるほどの肥満状態になってしまった。慎重な判断のうち、この兄弟にレプチンを投与した。1日2000キロカロリーを摂取している弟は、1日の摂取カロリーが180キロカロリーに激減。この遺伝子が肥満の原因になることがこの例で証明された。1998年にはトルコ人の家系から、3人のレプチン欠損症を見出された。家族性肥満の症例はすべて両親やいとこんであり、レプチン遺伝子欠損がホモ結合となって表現型として現れたのです。もう一つの特徴として、レプチン遺伝子に変異があるホモ結合の持ち主はすべて性成熟がなく不妊だった。レプチン遺伝子の変異は人では稀な現象。単一遺伝子の変異による肥満は人では非常に稀なことだったのだ。大多数の肥満では、レプチンは正常人よりはるかに高値を示すことが明らかになった。脂肪が多く、肥満度が高い人ほど、血中レプチン濃度が高かったのである。しかし、おかしな話だ。食欲を抑える作用のレプチンを大量に血液中に分泌しているのに、通常より多く食事をして肥満になったことになる。この矛盾は、レプチン抵抗性という概念を持ち出すことで説明された。肥満になると、レプチンの働きが弱くなり、体重の制御ができなくなり、元に戻せなくなるわけだ。2009年にハーバード大学のグループが、消化大ストレスを緩和する物質を投与することに、レプチン抵抗性が改善されるという報告をしている。消化体とは、細胞内小器官の一つで、タンパク質の合成や合成されたタンパク質の加工をする作業にかかっている。消化体内で加工にミスが起きると、タンパク質は正しく機能的な形にならず分解される。異常タンパク質が溜まりすぎて、機能不全を起こした消化体が消化体のストレスであり、細胞はタンパク質合成能力を極端に低下させてしまう。レプチンの減少が飢餓感をもたらす。レプチンはあると食欲を抑えられるというよりも、ないと食欲を抑える側面の方が大きい。適度な濃度のレプチンは、体が十分なエネルギーを持っていることを脳に知らせる。痩せてレプチンレベルが低くなると、脳は強力に食欲を引き起こす。
レプチンの正体。レプチンはメッセンジャー。体脂肪が減ると食欲が増し、代謝が下がり、体脂肪が増えると食欲が減り、代謝が上がる。体脂肪の量の情報を脳に伝える役割をしているのがレプチンである。レプチンが一定の量より下がると、食べ物を食べろと脳へ伝わり、脳は食欲を引き出して食べる行動へつながる。ブレーキとアクセル。レプチンは NPY、AGRP、GABA ニューロンを抑制し、POMC、CART ニューロンを刺激することで食欲を抑制する。NPY ニューロンが NPY という物質を生産する。このニューロンの作用をして NPY の生産を抑制することがレプチンの作用の一つである。NPY ニューロンに発現する AGRP が αMSH を阻害する能力を持っている。αMSH は脳内で MC4 受容体という分子に作用し、食欲を強力に抑制する。NPY ニューロンは GABA とアミノ酸を生産する。GABA は脳内で広く使われる抑制性の神経伝達物質である。POMC ニューロンは αMSH の他に CART という神経ペプチドも作っている。CART はコカインやアンフェタミンなどの覚醒剤によって脳内で発現が増える因子として同定された。この物質は強力な食欲抑制作用を持つ。肥満のリスク。肥満はなぜ健康に悪いのか。わかりやすいのは体の重量オーバーによる物理的な負担の増加である。加齢により関節への負担が積み重なり、関節軟骨がすり減ってしまうと関節症と呼ばれる症状となる。肥満による大きな過重負担は、膝関節症になる確率を非自覚的に上げてしまう。また、余分な脂肪が喉の周辺につくことで気道の狭小化につながり、睡眠時無呼吸症候群の原因となる。内分泌器官としての脂肪細胞。脂肪細胞は極めて特殊な細胞で、その細胞質いっぱいに主に中性脂肪からなる脂肪を溜め込んでいる。化学物質としての脂肪は 1g あたり 9kcal のエネルギーを蓄えられる。体重 60kg、体脂肪率は 20% の人は 12kg の脂肪を持っている。12kg の脂肪に蓄えられるエネルギーは約 108000kcal であり、人が50日ほどの間取る食事量に相当する。文明開化する前の世界ではエネルギーの重要庫として活躍してきた。現代の先進国のように食べ物が溢れている状況では、進化のタイムスケールからしたら一瞬前から始まったことなので、脂肪細胞も現代の食生活には対応できない。そして、肥満者の脂肪細胞は想定外のレベルまで異常に大きくなってしまっている。脂肪細胞は単なるエネルギー貯蔵庫ではなく、内分泌器官でもある。脂肪細胞が分泌する生理活性物質はアディポサイトカインと呼ばれている。脂肪細胞が分泌する生理活性物質という意味だ。肥満者ではアディポサイトカインの分泌異常が生じる。脂肪組織が増えることと、肥満者の脂肪細胞は通常の体重の人の脂肪細胞と分化状態が異なることが原因である。善玉は減り、悪玉ばかりは増える。肥満によってインスリンの働きが悪くてしまう TNFα や、血栓症の原因になる PAI1 や、血圧を下げる暗行天使脳技などの悪玉が増えるが、困ったことに血圧のまま働きのある善玉のアディポネクチン濃度は低下してしまうのだ。肥満者の体内では、悪玉アディポサイトカインばかり増え、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患や、糖尿病、高血圧などになりやすくなる。これに、加齢より長く脂肪肝が加わると、メタボリックシンドロームになるのだ。肥満は子孫にも影響する。近年遺伝子の発現パターンが後天的な要因により、様々な影響を受けることが注目されている。遺伝子に書かれている情報自体は変わらなくても、それぞれの遺伝子の発現の量が変わってしまえば、遺伝子全体を持つ情報としては変わってくる。こうした変化には、クロマチンという DNA とタンパク質の複合体が関与している。DNA 配列の変化を伴うことなく、クロマチンが後天的な修飾により遺伝子発現が大きく影響を受けるのである。これらの修飾は生活環境によって決定される。クロマチンへの後天的な修飾により遺伝子発現が制御されることを、遺伝子学あるいは分子生物学ではエピジェネティクスという。2つの接触障害。現代の血色の問題は体重が増えることだけではない。減ることも大いに問題だ。スレンダーな体型が美しいともてはやされるなり、必要以上に痩せようとする女性が多くなった。食欲の異常として近年特に問題になっている疾患が、中水性摂食異常症であり、その中の一つ、神経摂食不振症は、アメリカ精神学会の定める DSM-4 というマニュアルの定める診断基準では次のように定義されている。1、年齢身長に見合った正常最低体重以上の体重を維持することを拒否する。2、痩せにもかかわらず体重が増えること、太ることに強い恐怖心がある。3、体重体型で自己評価が左右され、痩せの深刻さを規定する。4、主張があった女性の場合、無月経か3ヶ月以上連続して月経がない。神経性食欲不振症は、拒食症とも呼ばれる。極端に食事を制限するのみの制限型と、
飢餓の反動で過食をするなり、痩せを維持するために嘔吐や下剤を乱用する無茶食い、排出型がある。ほとんどの場合、30歳以下の女性が発症し、無月経を伴う。一方、神経性退食症は過食症とも呼ばれる。自制不可能な発作的な無茶食いを繰り返し、痩せた体重や体型の異常なこだわりのため、いつでも体重増加を防ぐために、自己誘発性嘔吐、下剤や利尿剤の使用、ダイエット、激しい運動を行うのが特徴だ。自己誘発性嘔吐とは、指を喉の奥に入れて、自ら吐くことで、症例によって指に吐き床が見られたり、胃液による虫歯が見られたりする。体重は正常範囲であることが多いが、症例によっては痩せ、肥満が見られる場合もある。体の健康状態と食欲の関係。食べ過ぎならぬコツとは、食欲を乱す行動には2つの面がある。エネルギーとしての充足と報酬としての満足である。食べる喜びや美味しさを十分に噛み締めながら、カロリー摂取による満腹感を実感することにより、満腹中枢と食欲が十分に満足し、必要以上のカロリーを取らずに満足することができる。ゆっくり食べることで血糖値の上昇を脳が感知することができ、食欲を抑制して食べ過ぎを防ぐ。そしてよく噛んで食べることで食べ物を咀嚼しているという感覚を、歯根膜や顎の筋肉から三叉神経を経て脳幹に伝えられ、ヒスタミンという脳内物質を作るニューロンの働きを助けることが知られている。食欲が抑制され満腹感を得る助けになる。水分を取ることで胃が進展すると、食欲を高めグレリンの分泌が減るので、食欲を抑制することができる。水分を控えると血液が濃縮されて血栓症になりやすくなるなど、体に悪いことも多いので、十分な水分を取るべきである。夜8時を過ぎると、副交感神経優位になってくるため、インスリン分泌が起こりやすく、基礎代謝も低くなるため、食事をとると太りやすくなる。腹時計の正体は、お腹が空いてグーッとなるのは腸が動いているからだ。胃の内容が辛いなと、グレリンというホルモンが胃の粘膜上皮の細胞から血液中に分泌される。グレリンは脳下垂体に作用して、成長ホルモンを分泌させることに血糖値を維持している。成長ホルモンは血糖値を上げる働きがあり、グレリンは視床下部に働いて食欲を更新させる。グレリンはレプチンとは逆の作用がある。そして消化に作用して消化運動を促進させる働きがある。グーという音はこの時になる。体内時計は食事のタイミングによっても大きな影響を受ける。毎日ほぼ決まった時間に食べることは生体リズムを整える意味もある。お腹が空いているとなぜ眠れない？摂食中枢である視床下部外側にあるオレキシン作動性ニューロンの機能は、覚醒の位置に重要な働きをしている脳内物質であり、食欲の制御系と覚醒の制御系に深い関係がある。満腹になって血糖値が上がると低下し、空腹になって血糖値が下がると活発になる。オレキシン作動性ニューロンの活動は覚醒に大きく影響するため、空腹時には覚醒レベルが上昇し、逆に満腹時には低下する。病気になるとなぜ食欲がなくなる？この現象には免疫系の機能がかかっている。病気になると病原体やがん細胞と戦うために免疫担当細胞が盛んに活動する。この時免疫細胞同士と情報交換や、他の細胞との連携のためにサイトカインと呼ばれる生理活性物質が使われる。このサイトカインの中に強力に食欲に影響を与える物質が含まれている。別腹って本当にあるの？デザートのみならず飲み会などのラーメンなど、もう満腹なのに食べてしまうという現象は、食欲やエネルギーの充足と不足だけで制御されているとすれば全く説明できていない。美味しいものでも食べ続けていると飽きてくる。血糖値が上がってきたら満腹を感じてお腹いっぱいになる。しかし、味や舌触りや見た目が変わった場合、エネルギーが満たされていても、新たな報酬や期待が生まれ、食欲が復活する。見た目の変化は小さな精神的興奮を呼び、自律神経を介して胃腸の働きを活発にする。チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。